じゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日は、うん、学童野球なんか問題になってるらしいな。ねえ、なんかまあいつもはねプロ野球とか大人の野球なんですけど、はいはい、今日はちょっと子供の野球というかね、そうだね、少年少女の野球について、まあ学童野球ね、はい、まあ賛否が分かれる。何が分かれるかというと、うん、まあ盗塁問題ということでね、うん、まあここだけ考えると何のことかなって思うんですが、うん、まあ軟式野球に限ってだよね、うん、うん、低学年の1年から3年ぐらいまでね、はい、まあ低学年と言われる学童野球、うん、まあそこでの盗塁がほとんど成功だと。まあそうなんですよね、うん、まあちいちゃんの友達のね、はい、そらくん、はいはい、小学3年の、はい、ちょうど試合があるっていうんで、うん、まあ、昨年のオフとかね、うん、ちょっと見に行ったけども、うん、なんじゃこりゃっていう思いはあったよ、うん、まあ、走ったらほとんど成功だもん、うん、ね、なんかね、うん、その試合もね、練習試合とかそういうんじゃなくって、ちゃんとこう戦い抜いての、ね、勝ち抜いてきたチームが出てる大会だったんですよね、うん、でそれでまあ数試合見て、うん、その時にも、まあ、2人の間でもやっぱこう盗塁の話とか ね、まあ、ね、これポイントになるよねっていうことは話してましたよね、見ながら、まあ、盗塁が勝敗の 70% 決めるかなっていうような、いうようなね、 70%、80%、うん、まあ、決めると言ってもいいし、まあ、小学校3年ぐらいだったらなんとかなるんだけど、うん、その中にまあ、2年とか1年生とか入ってると、うんうん、やっぱりいろいろゲームにはならないよね、なかなかね、うん、で盗塁問題って言われてる、うん、だから結局させねえのに、うん、どん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 やってっていうことなんでしょ結局ね。まあやっぱり、ね、見るに耐えないと。そう、やっぱキャッチャーの子もね、二塁に投げたところでいろいろなことが発生したりとかね、肩がそう強くなかったらっていうことですか、うん、まあそうだよね、うん、だからなんていうの、盗塁を禁止にしたらどうかっていう意見と、うん、いやそのままでいいんじゃないかっていう意見と、うん、まああるみたいなんだけど、まあ野球のルール上でやっていく分には、うん、やっぱ盗塁はあっていいよね、うん、それと、まあ、高校生大学生もまで言えると思うけど、うん、いや走塁の良し悪し、うん、まあ、盗塁できるできない、うん、まあ、これによって勝敗が決まるケースっていうのはものすごく多いからね、うん、でもその時からもうこの小さい時からそういう意識を持つっていうことはすごく大事なことだし、まあなくす必要は俺はないかなって思ってるんだよね、うん、ただキャッチャーが悲惨だよね、ね、でもそれはさ、うん、もう暗黙の了解でみんなもさせないだろうなっていうのが分かってるんだから、うん、まあこれはもう別にいいんじゃないの。ただその刺した時は大ヒーローだよね、うん、だから失敗から学ぶという、失敗から成功に移ってきた時に、うん、その子供はそのキャッチャーのすごく魅力にねまた惹かれるだろうし、うん、またそういうものを周りがね支えてやると、うん、なんかやる気にもなるだろうし、うん、だから決してなくす必要はないと思うんだよね。はい、まあ、うん、出塁するとねこうなんとなく暗黙の中でね自動的にいやもうなんとなくじゃない未踏になるっていうようなね、うん、感じはあったりするんですが、そうするとこうチームワンサイドゲームになったり、それをきっかけにこうねすごい大量点が入ったりとかっていうこともあると思うんですけど、うん、じゃあそこの部分はじゃあどうすればいいのっていうところがあると、まあでもね、うん、そもそもね、うん、俺が思うには1年から3年までの、うん、学年でチームを作った時に野球の試合になるっていうふうにあんまり思わない方がいいと思うんだよね。なるほど。いやそのゲームができる楽しさだとか、うん、まあ勝っても負けても、うん、まだ一喜一憂するようなことはさせないで、成功したら喜ぶ、うん、失敗したら練習を、うん、しようみたいな、で盗塁をされた、うん、じゃあ盗塁をされないためにみんなで何を考えるか、うん、っていうことの方が大事でね。だから勝敗にあんまりにも固執するからこういう問題が起きるんであって、うん、いやそれも一つ楽しみだっていうふうに思えば、うん、先行ってじゃあさせるようにするにはどうしたら、うん、今からどうしたらいいかとかね、そういうことを考えればいいだけで、うん、あまりにも勝敗にねなんか大人が関与してるから、うん、なんかこう何やってんだみたいな、偉い人何やってんだみたいな、それはもうそんなのね大人が教えてあげないから、うん、失敗するだけでっていうふうに考えておけば、この特に1年から3年までの時代っていうのは、うん、野球の魅力楽しさ
そういうのをこう伝えてあげれば、うん、糖尿問題だとかそういうふうにはならないと思うんだよね、うんうん、だからあまりにもどの大会に優勝しましたとか、いやいや小学校1年から3年だからまだ先ずっと続けていかなきゃいけないのに、うん、そこでなんか白黒はっきりつけちゃうと、うん、なんかつまんなくなる子もいると思うんだよね、うん、そうですね、うん、こうすごく指導されることに、うん、なんでって思う子供は多いと思うんですよ、まだその年っていうとね、うん、でね、あのまあ、ルールとして盗塁だったりとか、うん、まあ、あのバントだったりとかっていうのがあるよっていうことはやっぱりルールとしてちっちゃくても知っとかなきゃいけなかったり、ね、いやまあ絶対そうだよね、急に盗塁が4年生からありますよみたいな、何盗塁ってって言うんじゃ困るし、ね、うん、いやもうね1年から3年の時はもうバントもなしでいいんだよ、うん、もうとにかくみんなホームラン打ちに行こう、ホームラン行けホームラン行けみたいな、そんな感じでさ思いっきり振らせばいいのにさ、うん、なんかこう大事なところだったらバントがあったりとかさ、ね、いやいやそうじゃないでしょうって俺は思うんだけどね、はい、うん、だからこの時にその軟球軟式のまあボールを使ってると思うんだけど、はい、なんかこう指導がいらないとかね、うん、そういうことも、うん、そういう時期は書いてあったけども、うん、いや基本は口酸っぱくじゃなくて、なんかこうぼんやりでもいいからしっかりしたものを教えときながら、うん、ああできたら手を叩く、うん、ね、褒めてあげるね、失敗したらもうちょっとこうやったら成功するよっていうような指導ができないかなっていうふうに、ん、俺はずっと思ってるけどね、はい、だってもうそら君の試合をね、うん、まあ友達みたいに言うけど、うん、あの見に行った時にやっぱこう悲壮感があるんだよね、それは負け出すと、まあそうですよね、うん、それで自分がフォアボール出したとか、その子ピッチャーだったから、うん、冒頭投げたりとか、うん、いろいろしたりだとかすると打たれたりとかね、うん、なんか悲壮感が漂ってきてなんかものすごいプレッシャーを感じてるんだいやいやそんなんでもっと楽しくやんなさいよって、まあ、分かるんですけどね、うん、その気持ちも、いや負けたくないっていう気持ちはすごく大事だよ、はいはい、大事だけどそれはなんか周りから受けるプレッシャーっていうふうに俺は感じてるんだよね、例えば大人であったりとか、うんうん、例えばね昔俺らなんかはそういうチームに所属するっていうことがまずなかったし、はい、そういうチームもなかったし、子供の頃ですね、うん、大人が一生懸命教えてくれるっていうことはなかった、うん、だから子供たちのルールでやってたんだけど、うん、もうみんな伸び伸びやってたよね、うん、いけいけみたいな、ただ楽しい、ただ楽しいだけ、遊びの延長というか、そうそうそう、だからそういうところになんか戻してほしいんだよねじゃないと野球の人口が減ってる上によりまた減っていくよね、うん、やっぱ管理されるっていうのはあんまりね良くない、発想を殺してしまう、なるほど、子供たちの、うん、でやっぱ子供たちって遊びの中から発想の中から上手くなる子っていうのはすごくたくさんいると思ってて、うんうん、で管理の中で上手くなる子っていうのはその管理されなくなったとしたら何をやっていいかわからなくなる、ね、自分では、うん、だから子供たちに、子供たちのチームだし子供たちに考えさせるっていうなんかこう指導をしてほしいなっていうふうに思うよね、うん、ということはなんていうのかな、時期子供たちが一生懸命そうやって試合に勝ち負けにこだわってやるっていう時期はもう少し後でよくて、うん、全然いいと思う、うん、ということはこの問題に関してはもう例えばね、うん、こういう問題になった時にね、うん、キャッチャーを言うとポジションも決まってるでしょ、ね、またさやんだあいつって言って、あちょっと待ってタイム俺がやってやるからちょっとお前向こう行っとくお前ポジションチェーン交代みたいな、まあ例えば俺がいたとしたらね、俺らの小さい頃ってあ子供でさせないのかよ、俺が変わるからこうやって考えてバーンってやらしてみるっておやっぱさせないなみたいなみんなでそうやってなんかこう苦しみを共有してたというかさやっぱできないだろうみたいな、やっぱできないだろう、できないんだなみたいな、でもその中でできるやつがあったらもうヒーローになるしさ、お前すごいなみたいな、でその人が必然的にキャッチャーになるみたいな、そう、まあ、そんな感じだったんだよ、はい、昔はね、うん、だからなんかそういうことをヒントに、昔をヒントに、うん、なんかねもっと楽しくできないかなって、だって小学校1年から3年までの間の野球でね賛否分かれる盗塁問題なんてあっちゃいけないよ、まあ、こんなことは、
いやいいじゃん、盗塁は盗塁でもうちゃんとしたルールの中でやってるわけだから、うん、あってもいいしね、それがさせない、うん、させなかったらさせるやつをやらせればいいし、うん、ね、だから大人が変にさ、いやこいつはショートしかできないんだよみたいな、うん、ね、いやこいつは外野なんだよみたいな、うん、もう決めなくていいよ、うん、いや今度はお前がやってみみたいな、でさせないよなって、うん、じゃあみんなで盗塁させるにはどうしたらいいかってみんなで話し合ってごらんみたいなさ、うん、みんなでこうなんていうの、その問題ボトルネックを考えるというか、そういうことがあってもこれはいいような気がするけどね。確かにこうそうすると野球のというか考えの幅も自分の中で考えれるようになると、人から教えられて盗塁刺すのはこうだよっていうのではなくて、自分たちで考えてやってると野球のこともね、もっと深く知れてできるようになりそうな気がしますね。そりゃそうだよ、だからまあ言えばさ、3年生のピッチャーっていうのはね、まだ本当に完成度が低いし、まあ優秀なピッチャーもいるけども、でも8割方ボールだもんね。それを審判が臭いところをストライクって言ってるから成立してるだけの話でさ、でも厳密に言ってストライクボール取っていったら8割方ボールだ、試合が成立しませんね。しないんだよ、しないんだよ、うん、だからそういう意味では盗塁が成功しようがしまいが別にいいんじゃないのって、うん、そんな小さなことでさ、ガタガタ大人が騒ぐ問題でもないと思うまあそうですね、うん、だから、うん、まあ皆さんね、これ動画見てる人たちはどんな考えをお持ちかどうかわからないけど、なんかこうどんな考えで やらしてるとか、うん、どういうふうな形でやらした方がいいのかっていうのをやっぱこうコメント欄とかでちょっと聞いてみたいよね。本当ですね、うん、だからまあ本当盗塁は禁止なんていうことになると、もう野球そもそものルールが変わってきちゃうので、うん、なんかそれは違うかなっていうところですか。全然違うと思うよ、ね、もういいじゃん、うん、楽しくて走り回っててさ、うん、それはなんかこう時間で決められてるんだよね、うん、まあグラウンドを借りてる、うん、そういう問題もあって、ね、なんか1時間半かなとかね、そうやって時間でね、そうそうそう、うんうん、だからそれで区切ってやるんであればね、永遠にやってるわけじゃないわけだから、それはそれでいいんじゃないかなっていうふうに俺は思うけど、うん、まあじゃあ例えばさっきもね話してたように、こうすごい点差が入られてしまったら、じゃあもう何点差になったら一旦盗塁はしないとかいうような、うん、ことでまあ例えば10点差開いたら10点リードしてる方は盗塁なしできない、うん、でも9個差になったとしたら、例えば相手が9点差になっていったら1点取り返してね、うん、そしたらまた走れるとか、ね、まあ面倒くさいけど、まあ、そういうルールも作ってもまあ面白いかもわからないけど、ね、シンプルでいいんじゃないですかね、うんうん、まあまあでもこういうことがあの1年から3年の間のね、うん、低学年の学童野球に起こってるということがね、うん、ちょっと面白いなと思って取り上げてみたけども、うんうん、まあだけど1年から3年までの子供たちには、あよくバット触れた、当たった、うん、ね、を走った、もうそれでいいんじゃないの。本当そうですよ、うん、もうそれで素直に喜ぶし、うんね、打てなかったらあれってなるけれども、うん、でも負けたってさ、うん、ね、お前たち一生懸命やったんじゃないかって、うん、ね、次が勝つにはどうしたらいいか、じゃあみんなで考えてみようみたいな、うん、そういう問題定義を持たせながらやるといいと思うよ、うん、まあ、ね、じゃあ大人が必死になりすぎということですか。そうそうそうだから皆さんはね、うん、どういう考えかどうかわからないけども、はい、ちょっとコメント欄に聞かせてもらえると、まあ、ちょっとありがたいです。はい、ね、はい。